チームクレレッコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのことわちアイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは須藤小雪と秋吉舞です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&パン、ブランシュことにの情報などもお伝えします。この放送は毎週金曜日の午後6時から午後6時30分となっています。はい、ということで早速メッセージが来てるので紹介したいと思います。はい、ラジオネームケイムラさんからです。はい、クレレッコの皆さんこんばんは。こんばんは。週末の名古屋遠征お疲れ様でした。季節の変わり目で急に寒くなり、万全の体調でないところで皆さんよく頑張りましたね。札幌組も頑張ってましたよ。ぜひ名古屋遠征でのこぼれ話お待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、チームクレレッコ選抜メンバーが名古屋遠征がありまして、半年ぶりの名古屋だったんですけど、ね、どうでしたか名古屋名古屋、私なんかあの風邪ひいちゃって。そうですよね、うん、そう、あの名古屋なんかあの毎回さ名古屋来たらさ、はい、ここ行きたいとかいろいろ、うんうん、今回行けなかったから。そうですよね、本人から話聞きたいな。はい、今回、うんうん、名古屋はまずあのライブでオアシス21さんで、うんうんうん、あのライブさせていただいたんですけど、あのなんかすごいなんか近代的っていうんですか、ね、の建物で、うんうん、上あの水があるなんかすごい建物で、ねね、そこで大通公園の近くだよね。そうなんです、うんうんうん、大通公園の近くでそうやったんですけど、なんかそこのステージもすごく広くて、うんうんうん、でランウェイがあって、うんうん、ちなちゃんがファッションショーしたりしてて、うんうんうん、で最後オフだったので移動、うんうん、どこ行こうかなってなって名古屋城に行ってきました。2回目、はい、2回目、前回2年前ぐらいに名古屋城行ったんですけど、ね、今回も名古屋城行っていい、ね、お城の中回ったりとか、金シャチ横丁、はい、金シャチ横丁行って、あの名古屋コーチの親子丼をいただきました。そうなんです、私到着してすぐのライブで名古屋コーチの親子丼を食べたいなって思ってたんですけど、ね、やっと食べれて、すごくやっぱり卵が、ね、もうあの割れないんですよ卵黄が。なんか新鮮でなんか逃げちゃう卵黄、やっぱ違う札幌の卵とは、ちょっと違いましたね。だからすごく美味しかったです。美味しい名古屋でした。いいはい、ということで頑張っていきましょう。さてこの番組では私たちの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をまいまいさんお願いします。はい、メールはリクエスト@sankakuyama.co.jp、 ファックスは0116403331です。この放送は収録での放送ですので、メールやファックスは約1週間後の放送でご紹介する形になります。よろしくお願いします。それではここから30分、チームクレレッコの行ってみることににどうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ことにに美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに境町通り沿い、ことに一条5丁目、地下鉄ことに駅1番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。ことにクイズ。ここからはことにクイズを行います。イエーイ。ということでことにクイズ、たびたびねこのラジオでコーナーでやらさせていただくんですけど、まいまいさんがいつも優秀な成績を残してるということで、今日はそんなまいまいさんにいっぱいことにクイズを仕掛けていきたいと思います。ラジオを聞いてる皆さんもぜひぜひ一緒に考えてみてください。それでは早速いきたいと思います。第1問、
ででん。西区役所と西区民センターの間にある公園の名前は何でしょう。うわ、通ったことしかない。はい、あとチームクレレッコ、ここで1回だけ撮影会の方もさせていただいております。うわ、絶対見てる、うん、見てる見てる。はい、まあヒントといえば、この公園の至る所にあのキャラクターのいろんなものがありましたね。いろんなのあったね、うん、あの子。そうです、三角山べ。はい、いっぱいあった三角山べは。そうなんです、三角山べ。長めですか、こういうの。まあ長めではあるんですけど、まあそうですね、簡単でもあります。あ、じゃあいきます。はい、三角山べ仲良し公園。おお、仲良し公園、仲良し公園ぽいですよね。じゃあ違うんだ。はい、ということで正解はなんと三角山べ広場。へっ、ということで結構ね、ストレートなとシンプル名前でも、本当三角山べ広場っていう名前の通り、いろんなところに三角山べがね、うんうん、いましたよね。三角山べ広場って書いてあ、メモしていただいてそうなんです、ここ西区役所と西区民センターの間にある公園ですね。はい、うん、ということでこんな感じでどんどん行きたいと思います。はい、次はちょっととても簡単、このラジオのコーナーでも何度か出題してる問題です。それでは第2問、三角山辺の年齢は何歳でしょう。150万歳。おー、正解。やったー、シンキングタイムもいらないぐらい。いらなかった。これは結構ね、うん、出してますしね、いいお祭りとかでもどんどん。じゃあ次の問題は多分まやまやさんがとても好きな問題なので答えられると思います。JR 琴仁駅から地下鉄琴仁駅までの距離は何メートルでしょう。約800メートル。はい、正解です。こちらのねクイズも結構このコーナーでは何度かやらさせていただいてるんですけど、ね、あの前前さんから琴仁クイズ何かありますかって聞くと、この問題をいただくので、絶対来る、ね、リスナーの皆さんもねだいぶ覚えてきたかなと。でも初めてそれを聞いた時が衝撃だったの。あ、絶対もっとあるから、感覚的には800かないって思って、うんうん、あのめっちゃ覚えた記憶ある。なかなか琴仁の皆さんも地下鉄から JR まで歩くことないから、全然感覚あれですけど、800m 約ねあるということで、おいいですね。じゃあどん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 行きたいと思います。西区で一番多い街路樹は何でしょう。はい、七日窓、はい、あー不正解。じゃあもう一回だけチャンスあげます。そう、今ねちょうど秋になってきてね、どんどんこう木々がね、七日窓、はい、街路樹ですね、西区で一番多い街路樹。七日窓以外の街路樹知ってたっけ、うん、私、うん、結構有名かもしれないです。有名、有名ですね。じゃあ最初の一文字、イ、イチョウ。あ、正解です。だいぶね、この季節になるとどんどんね見えてくると思うんですけど、ことに一番多い街路樹はイチョウということで。じゃあ一応書いとこう。はい、だんだんね木が色づいてくる季節なので、ぜひ皆さんもね注目してみていただけたらと思います。それでは次の問題いきます。ディディン、次ちょっと難しいですね。なんだろう、ふれあいシンボルゾーンの愛称を持つ場所の名前は何でしょう。え、ふれあい、ふれあいシンボルゾーンの愛称を持つ場所の名前は何でしょう。ふれあいシンボルゾーン、これも結構難しいです。の名前は、場所、場所の名前です。ふれあいシンボルゾーンって何で、私たちここは行ったことがありますね。なんとかのなんとかです。なんとかのなんとか、はい、なんとかのなんとか、なんとかのなんとか、え、なんだろう。うん、ヒント、うん、なんとかの森です。めっちゃ聞いたことある。なんとかの森、なんとかに入るのはちなみに4文字です。わ、めっちゃ聞いたことあるよそれ、なんとかの森。どうですかね、これ琴仁の皆さんも分かりますかね。わ、分かんない、お手上げ。はい、じゃあ正解いきたいと思います、はい、正解はとんでんの森。え、とんでんの森、めっちゃ聞いたことある。そうですよね、とんでんの森、私たちも何回かとんでんの森とか勉強熱心で全部メモしていただいて、とんでんの森でございました。じゃああと2問でいきたいと思います。それでは次はトニコに関する問題を2問出したいと思います。
はい、そんなトニコは犬である、丸か×か。え、ちょっと簡単めに丸×で出したいと思う。めっちゃ犬っぽいけど、うんうん、なんか目が怪しいような気もする、うん、トニコってね、キャラクターがねいますよね。なんか、いや、トニコはね、子供をさらっちゃうんだよね。うん、悪役でしたね。犬は人をさらわない気がする。いや、どうなんだろう。でも、どう見ても犬だよね。犬じゃないのか。犬じゃなかったとしたら、うんうん、何ってことはじゃあ犬にしか見えないなって思うけど、はい、だから悪魔の丸刈りとかかもしれないから犬じゃない、犬じゃない、罰で。こちら正解は丸犬でございます。犬なんだ。悪魔の丸刈りちゃった。危ないですね。はい、トニコは日本犬らしいですね。はい、じゃあそんな日本犬のトニコは、はい、星を食べるか丸か罰か。星、何かをね、食べるんですか。あー、食べない。食べない。じゃあ何を食べると思いますか。夢。正解。やったー。すごい、これは知ってました。知ってた。あ、すごい。夢食べる、すごいです ね。やったー。おー、ということで結構成績良くないですか。半分以上正解ということで、また好成績です。すごい。間違えた問題ちゃんと紙に書いたから、あ、これからはじゃあもうメンバーの誰よりも大丈夫ですね。はい、でね、これを聞いてリスナーの皆さんもね、何問正解できましたか。以上、ことにクイズのコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきたいと思います。チームクレレッコでスタートライン。広がる
チームクレレッコの行ってみることに、そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。はい、イベント情報、本日10月6日金曜日からですね、チームクレレッコ東京選抜組が、はい、今日から東京に行ってきます。行ってきまーす。コエリンの東京生誕とかね。そうなんですよ、なんと東京生誕を ね今年は行わさせていただけるということで、素敵な思い出作っていきたいと思います。ねー、ブランシュことにからの情報はですね、はい、ハロウィンクレープ、はい、悪魔のダブルチョコレート、ナッツ&ラムレーズンが今年も出ます。お、去年食べましたか？食べた。いや、美味しかったですよね。3年連続食べてるハロウィン。本当ですか？美味しいんだよね。今年もぜひね、はい、おかず系だとラムカタロースのスパイシーカリー、美味しそう。しょっぱい系で、はい、出てるので、コイリン好きそうだね。いや、大好きです、ね、ラム大好きです。皆さんも食べてみてください。はい、はい、そしてこの番組は YouTube でも公開されています。はい、今日のこの放送は放送と同じ時間にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップされます。ことにのレポートの様子も動画で見られます。 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。はい、ということで10月こちらが最初の放送なんですかね。だね。はい、ということでどうですか、10月入ってみて、一気に寒くなった感じがするんですけど、今日もラジオ来るまでこうコトニーの街をこう歩いてたんですけども、うん、もう長袖でもう着込んでる人がもうだいぶ多くなってきて、本当だよね、うん、服がさ迷うよね。え、わかります。名古屋行ってさ、そうなんですよ、コトニー滞在したと思ったら東京行くから、そうなんですよ、もう何を着たらいいのかわからないですよね。だから私今回それこそコトニーすごく冷えてきて、長袖とかずっと着てて、で名古屋に行くってなった時、名古屋は結構30度も超えてたので、あ、確かに暑かった。そう、半袖でいいよって現地の方に言われて、本当にと思って、日和よね。そうなんです、でも半袖で行ったら本当にちょうどよくて、カーディガン持ってったけど私も使わなかったです。でもやっぱりこっち帰ってくるとやっぱりちょっと寒いなって思って。そうなんですよ、次またね東京行かさせていただくんですけど、もう北海道帰ってきたらやっぱり北海道寒いなって思いますよね。だから東京空気感愛しいよね。え、そうです、ひんやりしたのが地元って感じ、うん、いや、そう、わかります、とっても、ね、なんだろう、冬の空気が最近、冬の匂いっていうんですか、わかるよ、なんか感じてきて、うんうん、あるよね、もうちょっとなんだと思って、うん、冬になるとまたいろいろ楽しいことがあるので、ね、私は今からイルミネーションの点灯式が楽しみなんです。そうなんです、ね、いつも去年もね、イトーヨーカドーさんの方で点灯式やらさせていただいたんですけど、冬になると私はそれが本当に楽しみで、確かにイルミネーションってテンション上がるよね。そうなんですよ、だからちょっと今年の冬もね楽しみなこといっぱいあるので、はいはい、まあ、冬も悪くないなっていうことで、確かに、まあ、温まりつつね、はい、頑張りましょう、頑張っていきたいと思います。そうだ、コンビニでおでん並んでた。え、もうですか？うん、あら、食べちゃった昨日。え、最高。おでん、おでんいいですね。最高です。おでんの具は何が好きですか？もちろん餅入り巾着。あ、餅入り巾着、うん、私味しみ大根がとっても好きで、大根定番だよね。いや、そうなんですよ、定番すぎてもう元々入ってるものだった。大根とこんにゃくはとりあえず入ってて、うん、他に何選ぼうみたいな感じで、ね、そこはもう王道、ね、うん、いいですね、おでん食べたくなりますね。最近は温かいものが欲しくなる季節ですからね、わ、うん、かるよ。そう、でも寒暖差がね激しかったりするのでね、皆さん風邪とかもね引かないように、本当に、うん、もう私たちが言ったことじゃないけど、いや、そうなんですよ、言ったことじゃないけど、皆さんもぜひ風邪は絶対引かないで、はい、長引くからね、今年の風邪、ね、今年の風、本当にずっと風邪ひいちゃってますよ ね、そう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 、本当に、うん、気をつけてください皆さん、本当に、お願いします。寒いなと思ったらすぐ温かいものを食べるとか、温かいものを着るとか ね、全然もう対策バッチリで、ね、風邪をひかないように、風邪ひかないように体調には気をつけてね、乾燥しないように、乾燥、ね、乾燥が一番の敵だよね、うん、ちょっと乾燥最近ちょっと激しいですよね、マスクしてみるとか、うんうん、大事です、加湿器を置くとか、ね、うん、そう、できることをねやって、ね、それで体調もね整えていきたいと思います。それではそろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は倉庫行きと秋谷姉妹でした。それでは最後この曲を聴きながらお別れです。聴いてください、チームクレレコでクリスタルレインボー。I'm the D, you are the rainbow, I want to
も怖くないんだ。クリスタルレインボー、生まれ変われるよ。新しい自分に巡り会えるじゃん。誰かの心の架け橋になりたい。キラキラの夏見ないか、就職周りのみんなが将来を決めておいてけぼん。解けない待ち合わす人の群れ、急に寂しく世界中で一人ぼっち。涙弱い自分、今までのいじけ虫がどんな風に成長するのかも、めこじあってドキドキして見守ってほしいよ。クリスタルレインボー、これで最後だと踏み出して、過去の私にバイバイバイ。遅すぎ始まり、なんかないんだよ。怖いのは言い訳つけて逃げ出してた自分さ。美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュコトニがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。コトニ栄町通り沿い、コトニ1条5丁目地下鉄コトニ駅1番出口から徒歩1分。皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。